ヨハン・バレンティン・アンドレイ・エヨハン・バレンティン・アンドレイエは、ドイツの著作家、新学者。作者不詳のバラ十字団三大基本文書のうち、後に、カイソ・クリスチャン・ローゼン・クロイツを主役とした、小説、科学の結婚を表したとされた唯一身元がはっきり、している人物である。ヨハン・バレンティン・アンドレイエは、和教信条の起草者として名高いヤーコップ・アンドレイエの、 息子ヨーハン・アンドレーと、総員管理人、バレンティン・モーザーの娘マリーアとの間2586年8月17日ヘレンベルクに生まれた。生誕の地であるヘレンベルクの生活は短く、間もなくハイデンハイムキ金ケ系ニヒスブロンに移ることとなる。はじめ父親が校長をしていた、教会学校に通ったが、病気がちで非弱だったことから、 同じ年頃の遊びの仲間入りができず、様々な本を読みながら、歴史、機械工学、建築技術に熱中してゆくこととなる。1601年に父親ヨーハン・アンドレイエが創生したことから、一家はビュルテンベルク第二の都市中ンゲンに移住し、ヨーハンは中ンゲン大学に通うことになる。1605年には自由なな学芸を収めて、マギステルの称号を獲得した。 在学中は錬金術に傾倒し、1616 16年に出版された科学の結婚の奏功は、この時期に成立した。1606年に書いた世俗的な二曲が発端となったスキャンダルによって大学から追放され、その後、延べ5年間にわたり、ヨーロッパ各国を遍歴した。1614年にファイヒンゲンの副牧師に就任し、正式にルター派の聖職者となる。 同年、アグネス・イーグルニンガーと結婚。1620年にカルフの地方監督に任命され、同地でプロテスタンティズムの内部改革を目的とする宗教結社、キリスト社教会を主催する。1638年には、シュトットガルトの主席宮廷説教師に任命されるが、30年戦争の戦火と病気による衰えから1646年に、 公職から退いた。いた。1654年6月27日、アーデルベルクにて卒中により死去。バラ十字の名声、バラ十字の心情告白、科学の結婚、ハット ABCD タネムラ1993、ピアニッシモ298から345、カートセリグマン、魔法、その歴史と、正体、平田博士訳人文書院1991年、 ISBN4 から409030361ピアニッシモ470から472ありがとうございます。